私はソラ。今夜は彼氏のエンジと3周年の記念日ディナー。ソラ、結婚しよう。まさか今日言われるなんて思わなかったけど嬉しい。私でよかったらもちろん喜んで。あ、でも一緒に暮らす上で一つだけお願いがあるんだ。お願い？何でも聞くさ。実は私、結婚したら猫を飼うのが夢で。それでも大丈夫？アレルギーとか猫嫌いとかない？なんだそんなことなら。俺は猫は好きでも嫌いでもないけど、ソラが費用やお世話を受け持ってくれるなら全然構わないよ。よかった。それはもちろん私が全部やるよ。そんなわけで私たちはそのまま両家の顔合わせなどを経て入籍。ソラさん、エンジおめでとう。くるみお姉さん、ありがとうございます。それから1年半が経ち、念願の猫も譲渡会で運命を感じる子と出会うことができた。これからよろしくね、モニャリザー。約束通りお世話は私がするからね。おお、任せたぞ。にしてもエンジ本当に猫に関心ないんだな。まあ邪魔者扱いしてこないだけありがたいかな。はにゃ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 。その後もしばらくは2人と1匹での暮らしは穏やかなものだった。しかし年が明け、暖かくなってきたある日、モニャ？モニャ？いつも呼んだらすぐ出てくるのにどこにいるんだろう。え？廊下の窓が開けっぱなし？まさかここから外に？猫？窓？俺は知らねえけど。そんな、家にいたのに出て行ったのにも気づかなかったの？うっせえな。猫についてはソラが責任を負うって約束だろ。窓を開けっぱにしたのもソラの不注意じゃねえか。俺は関係ないからな。そもそも私いつも換気した後は必ず窓閉めてるよ。じゃあ猫が逃げたのは開けっぱなしした俺のせいって言いたいわけ？エンジが開けたままにしたならそういうことでしょ。とにかく探さないと。エンジも手伝ってよ。やだね。俺は猫のことには一切関与しないって言っただろ。そんな。エンジは猫探しに非協力的だったため、私は周りの友達やご近所さんの助けで探し回ったりビラを貼ったりすることに。すみません、迷い猫のポスター貼らせていただいていいですか？おお、もちろんいいよ。早く見つかるといいね。確かに施錠まで確認しなかった私のせいかも。でもモニャはまだ子猫で自分で二重窓を開けられる力はないはずなのに。どっちでもいい、とにかく無事でいて。モニャ、保健所、警察、近所の動物病院や保護団体にも連絡を入れ、ポスティングとビラ配りで街中駆け回った。今のところは手がかりなし。ただいま。もう23時だぞ。猫探しもいいけど、ちゃんと家のこともやってくれよな。俺に迷惑かけない約束だろ。ごめん、確かに約束はしたけど、元はといえばエンジが逃がしたからかもしれないのに。そんな言い方って。さらにモナスタなど SNS でも拡散し、眠れない夜を過ごした2日後のこと。ソラさん、モニャちゃんなら一昨日からうちにいるわよ。くるみさんのとこに？エンジが急に引き取ってほしいって連絡入れてきて、うちは前にも猫飼ってたことあるし大丈夫だけどって。まさかエンジ、ソラさんに無断で？ですです、私何も聞いてないし、エンジも知らないぞ。それがこの間急に連絡してきて、安定期までは周りにも内緒にって言われたんだけど、実はソラが妊娠したんだ。ソラちゃんが？それはおめでとう。あー、でも猫にはトキソプラズマのリスクがあるっていうし、ソラとも話し合って万一を考えて手放そうかってことに。ってことで一昨日私が引き取りに行ったの？聞いてません。てかそもそも私妊娠してません。そこから？座りがひどいからソラさんへの直接の連絡は控えてくれって言われてて、でも今朝見たらモナスタは更新されてるし、迷い猫うんぬんってあっておかしいなって。エンジが嘘をついて勝手にやったとしたらとんでもないわ。でもエンジはなんだってそんな嘘を。結婚の時にも猫については承諾してくれてたのに。とにかく理由次第ではとっちめてやりましょう。モニャちゃんと一緒に車で送ってあげる。ごめんなさい、心配だったでしょ。 いえ、くるみさん悪くないです。今は何よりモニャが無事でよかった。で、これはどういうことなの？その嘘をついたのは俺が悪かったけど、本当は猫なんて飼いたくなかったんだ。
ソラが結婚の条件って言うから仕方なく。でも実際に飼い始めたら我慢できなくなったんだよ。はあ、自分で承諾しといて何言ってるの。だってソラは普段からも猫ばっかり構うし、俺のことないがしろにしてるじゃねえか、うん、この際だ、俺か猫かどっちか選べよ。猫を選ぶならもう離婚だけどな。あんた小学生なの？いい加減になさい。離婚なんてもちろん嫌だけど、一度家族にした子を手放すなんてそんな無責任なことないよ。あっさ、じゃあ俺たちもここまでだよな。はい、離婚届、お前の署名と印鑑埋めておけよ。もう用意してるの？なんだ、お前の猫が原因、つまり空有責だけど慰謝料は取らないでいてやるよ。はあ、嘘ついてまで勝手に手放そうとしたのはあんたでしょ。最低。いや、もういいです。私と天秤にかけるほど猫が苦手だったなんて、2年一緒に暮らしたのに気づけなかった私にも原因があったと思うから、こうして私とエンジの離婚は成立。私はペット株券が見つかるまで今のマンションに住むことに。エンジはしばらく実家に戻るんでしょ。猫が嫌いにしてもなんでまた妊娠なんてすぐバレる嘘ついたのよ。その時は姉貴にも残念なことになったって言えば突っ込んでこなかっただろ。そもそも嘘っていう手段が問題だって言ってんの。今回のことでソラさんがどれだけ落ち込んでたと。エンジのやつ全然悪びれてないどころかさっぱりした顔して、猫のことはさておき最初から離婚したい理由があったみたいに思えるわ。あんないい子を傷つけてまで何か企んでる。その後くるみさんがこっそりとエンジの行動を見張ってみたところ、女の人と待ち合わせ。あれってイサメちゃん。学生時代までエンジと何度も別れたり付き合ったりしてた元カノ。離婚直後なのにまたよりを戻したってこと。いや、ヒサメの作戦でこんなにうまくいくなんてな。ヒサメとのことも全然気づいてねえし、慰謝料も取られなかったし、マジお人よしでちょろかったわ。ほんとエンジの服に猫毛ついてるだけでくしゃみ止まんないんだもん。厄介なのよね、アレルギーって。でもこれでまたいつでも会えるようになったし。おお、俺も独身に戻って予定開けやすくなったしな。ああ、最初からヒサメ選んでりゃよかったよ。説明してもらいましょうか。なるほどね。ソラさんとの婚約中もずーっと二股。モニャを飼い始めてからヒサメちゃんの猫アレルギーが判明して会いにくくなったと。それで無断でモニャを私に引き取らせたの？自分勝手の極みね。だって猫にとっては姉貴の家でも問題ねえじゃねえか。快適なことには変わりないんだし。あのね、猫は家に着くって聞いたことないの？むやみな環境の変化がストレスになる子も多いのよ。モニャはまだ子猫だけど、やっぱりしばらくはケージから出てこなかったわ。何より大事な家族を勝手に連れ出されたソラさんの気持ちはどうなるの？どんな気持ちで街中探してたか、あんたには想像もつかないでしょ。俺たちはどうすれば。浮気が理由で自分から離婚したんだから、ソラさんにがっつり慰謝料払いなさい。もちろん親戚にも親にも自分の口から経緯説明するのよ。でないと会社やお友達にも触れ回ってヒサメちゃんともども社会的に死ぬことになるからね。くるみさんの脅しが効いたのか、二人からすぐに慰謝料取り決めの連絡がありました。弁護士さんにも相談して間に立ってもらいます。そう、スムーズに行きそうならよかったわ。本当にごめんね、うちのクズ弟とクズ元カノが。私としてはまだ懲らしめ足りないんだけど。いえいえ、くるみさんのおかげで慰謝料も請求できるし、むしろ早い段階で不倫の件も発覚してよかったと思ってるんですよ。それにモニャもいなかったらこの先何年も子供が生まれても浮気されてたかも。モニャは私にとって悪縁を絶ってくれた招き猫です。ソラさん、そうなのかもね。はあ、私もあの弟とはもう縁切りたいわ。ソラさんが代わりに妹になってくれたらどんなにいいか。くるみさんがお姉さんだったらこの先一生心強いです。むしろそのつもりでこれからも仲良くしてください。嬉しい。手始めに二人から
らせしめた慰謝料で新しい物件探しましょう。ペットかの単身用で駅地下ありますかね。私に心当たりがあるの。友達がちょうど出てったところでね。任せて。くるみさんの協力でいい賃貸が案外すぐに見つかり、引っ越しも無事完了。すみません、お隣に引っ越してきたものですけど。はい、康二と言います。よろしくお願いします。変わった挨拶。わー、トラ猫ちゃん。うちはグレーの子がいるんですよ。モニャリザって名前で、写真これです。なんて好きあらばうちの子自慢なんですけど。うわー、美人さんだ。この物件猫飼いさん多いんですよ。よかったら病院の情報交換とかしましょうね。優しそうなお隣さんで、早速申請